気になる男第178話ですね。第話ですささんよろししくお願いしますさあ前回のお話はですね、常に自己否定せよというね、お話でしたね、まあ、賞賛を求めるなというお話で、まあ、成長っていうのは賞賛されるべきだし、まあ、評価されるべきなんですけど、まあ、でもね、そんな中こそね、自己否定感を持って、まだね、伸びるはずだと。 まだだ伸びるはずだ今手、まだね、手を抜いた部分があるんじゃないかと、ね、自分を戒めるっていうね気持ちを持ってやっていけばいいんじゃないかと、そういうね気持ちを持って前に進みましょうっていうねお話をしていただいたんじゃないかなと、補足動画でも、そしてね、シークレットですかね、今現時点ではシークレットのこれから公開シリーズでしたっけ、あれ、名前が違うな。 <laughs> いつか公開しるつかいつか公開しれやすいということでね3本動画送っていただいたんですけどありがとうございましたはいということでですねえー、で今回178話なんですけどまずですねあの AI アートを作ってみましたよ。 久保さんがね作ってたやつなんで自分も作っていました本当これオリジナルキャラクターなんでいいですよねオリジナルキャラクターなんで全然使えるんで自分で勝,勝手にっていうかねう自分が作ったキャラなんでね本当に5分5分もかかってないですよねこれ本当にいや現代のテクノロジーってすごいなと思ってもこんなんがね自分で作れるんですよねほんとにこれも、ね、久保さんに教えてもらわないと分かんなかったところなんでねいやーこれはすごいなーと思いましたけどねなのでやっぱりこうやって 今回「成功する一部の人になれ」っていうねテーマでいこうかと思うんですけどもやっぱりこれ一つ言えるのがこの「気になる男」シリーズでもずっと言ってますけど IT テクノロジーをやっぱり使いこなせなければいけないなと逆に使いこなせれば使いこなせなければお金は稼げないし使いこなせればお金は稼げるという本当に二極化が二極化が本当に始まってるなっていうか 始まってるところじゃなくて現実を本当に直面するなっていうところをまざまざと見せつけられてるような気がするんですけどあの前回久保さんと11月にズームをしてさせていただいてこう体験プログラムっていうのをこう紹介させていただいた、うん、いただいてそれでね入っていただいた方いるんですけどあ2か月前かな一番初めの 体験プログラムだ、前回ではなくてですね、10月かな、10月初めてズームをやった時に入っていただいた方なんですけどね、えこの方がとうとうチャンネル登録1000になりましたね。もうほんと1ヶ月しか経ってないですよ、あれ、10月末にやったんでね。うん、だからほんと11ヶ月、たった1ヶ月でもう人って変わるんですよね。はい。ということで、もう初めて1ヶ月、あれ、これ初めては感じ合ってんのかな。 初め,てうん、初めて約1ヶヶ月月ですよ1ヶ月でこれ動画はもう80本ぐらいしか投稿してないんですよ80本まあチャンネルは昔の昔前使ったやつがあったらしくてそれを使ってそこから投稿し始めたんですけどまあ体験プログラム入って うちのね、塾のコンテンツを見て、そして投稿し始めたんですけど、もう登録者1000人、今登録者1020人いってましたね。はい。いや、すごいですよね、今度、自分もびっくりですよ。1ヶ月でいっちゃうんだって感じでしたね。もう、も、ま、う、あ、本当にスタートからがすごかったですからね、本当、10本で100人以上いってましたから、あれ、300人いって言ったのかな。もうなんかもうスタートダッシュがすごかったんで、このスタートダッシュのままにね、ままにもう1ヶ月間走り切っちゃったって感じなんで、 本当にバーンって行っちゃいましたね。ほんたった1ヶ月でも収益化条件を達成しちゃったんですよ。いやこれすごいですね。まあ、自分もチャンネル運営し始めてやった時に1ヶ月で行ったんですけど、ただ1ヶ月の前の段階が半年とか1年間はずっとこの空ぐ持ってた時間ありま時期がありましたからね。それでね、その後あるタイミングで1ヶ月1ヶ月に一気にガーンって伸びたので。 それまでずっと20人をずっとうろうろしてたんでね、20人、30人を1年間、ほぼ1年間ですね。なので、やっぱりこの変わ,る変われる人は1ヶ月で変わっちゃうんですよね。である意味、これ人生変わったと言っていいんじゃないでしょうかね。はい。でね、このちょっと体験プログラムに参加した方のね、どういうふうに今まで過ごしてたのかってちょっとお話伺ったんですよ。で、まあ、全部はね、話せないですけど、 言える範囲だけちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、まあ、この「気になる男」でですねシリーズでえ現在は50代後半の、ね、会社員の方なんですねでえ本業が厳しくてアルバイトをしていたそうなんですよアルバイトですね本当に本業がやっぱり厳しいとだからこそアルバイトをしなければいけないという状況だったということなんですねでもちろん本業が厳しいので本業じゃだけじゃねまずいから 違うことをやってみようっていうことで、まあ、5年前ぐらいからこの副業っていうのをやっていたらしいんですけどでね転売っていうのをやってたらしいんですよでやっぱなかなかうまくいかないとあるある程度はやっぱりうまくいったんですけどやっぱりねそのうまくいかないっていうところがあったということだったんですねで転売でうまくいかなかったんでじゃあねそこでうまくいかないっつって手をこまねいてるわけにはいかないわけなのでその後いろんなものをやったそうなんですね、まあ、どういうものをやったかというと 背取りだったり暗号通貨でもやはりそのなかなかこう目立った成績目立って稼げる、まあ、稼ぎ続けることができなかった後、暗号通貨も少しは稼げたんですけどやっぱりもう今は塩漬けになっちゃっても引き出せないというかもうどうしようもないっていう感じで、まあ、いわゆる失敗、まあ、稼げなかった自分が思うように稼げなかったんだっていうお話を,を聞かせていただいてですねでそれで、まあ、いろいろこうやっていった中で これだと、やっぱこれしかないわっていうのに気づいたっていうのがこれだったんですね。まあ、YouTube ですね。YouTube の特に生産性、資産性ですね。資産性に気づいたっていうことだったんですね。で、こら、資産性ってどういうことっていうことをちょっとさらにね、突っ込んでお話し聞かせていただいたんですけど、それはやっぱりこれだと。うん、どういうことかというと、まあ、自分で YouTube チャンネルを運営することなんだと。自分で YouTube チャンネルを運営すると。 でこれ YouTube チャンネル運営して何の意味があるんですかっていうことなんですけども、まあ、それがね一番個人で稼ぐ最も効率のいい方法だと感じたんだということを言ってらしたんですね最も効率がいいんだとでこれを5年かけてようやくそれが分かったという話だったんですね5年かけてようやくまあ足かけ5年かけてようやくで気づいたんだっていうお話でしたで当然今の現状として本業が厳しいと本業は厳しいです 50歳後半ということなんでね。でも、定年ももう見えてきて、もう不安で、不安なんだけど、さらにその時間がないと、もうね、その、あんまりこう、躊躇してる場合ではないと、まあ、躊躇もする時間すらもないということで、もう、切羽詰まってる状態だということなんですね。で、この前のズームとかね、自分の動画とかも見ていただいたああいということで、 まあいろいろお話を聞いた自分のね動画を見て、まあ、飾りじゃないんだと。で本質を感じたっていうところまあ単純にこうビビッときたっていうね単純に、まあ、そういう気がしたということでね、えー、この体験プログラムに入っていただいたんですけど、まあ、そこで、まあ、今結果がこうやってチャンネル登録1000人超えたわけで、まあ、どういう,う まあどう何が良かったのかまあ今ねどういう感じかっていうことも少しお話聞いたんですけどそしたらやっぱりまあ単純にこのお金を出して良かったまあ正解だったと思っていますというねいうことだったですまあ自分の判断が間違ってなかったなとよかったなというところでしたね本当にお金を出して良かったと普通はねお金をね出すっていうのはやっぱり少しでもお金を払いたくないとかお金を払って失敗したらどうしようっていう気持ちがあるからお金払えないと思うんですけど この方に関してはお金を出して良かったと言っていただいたんですね。これ本当に嬉しかったなと思って、なかなかねお金みんな払いたくないところですからね。それを逆にねお金を出して良かったとまあ、言われたっていうのは自分としてはすごく褒め言葉としては嬉しかったですね。まあ、これは自分力ではなく久保さんがねこうやってズーム開いてくれたり、気になる男シリーズをこうやってくれたおかげでこのきっかけに、 なったわけですからもうきっかけ側になってねそういう結果が生まれたわけですから本当にこれもね久保さんのやっぱり久保さんが声かけたこうやってね自分に声をかけてくれるそして「気になる男」シリーズが始まってっていうところがあったんでやっぱり久保さんにね声をかけるとあのお金が <laughs> 売り上げ上がるというところの 伝説ですか、ね、伝説は間違いはなかったとまさに伝説通りだったというところだったんですけど僕だけじゃなくね、えー、その自分のね入ってくれた方にも影響を及ぼしたということでまさに、えー、稼がせる男 <laughs> 久保哲郎 <laughs> ということだったんですけどね本当に、えー、積み重ねができる、まあ、生産物資産これに、えー、時間を投入してよかったっていうことを言われてましたそしてここ 普通から言うことがちょっとね、えー、ここは観念的で人それぞれ受け取るところが違うかもしれないんですけど、ここですね、ここですね、えー、人から与えられた、人から与えられた消費では人生変われないと、これは独特の表現かなと思っていて、もうそのままこれは使わせていただいたんですけど、これをどう受け取るかですね、人から与えられた消費では人生変われないと、これをどう捉えるかですね、自分の人生というのは果たして、 自分のの足でで立っているのでしょうかと本当に今ね安心しきっている生活というのは本当に自分で得た生活なのでしょうかというところですね実はそれをね、えー、他人が享受した他人からの享受を存分に受けて生活しているからそうなっているだけで実はね少し ちょっとね何か問題が起きた時にその足場というのはガラガラ崩れていくんじゃないでしょうかと本当に今の安定っていうのはそのままずっと安定していくんでしょうかっていうねところを、まあ、想像してもいいんじゃないかと思いますしね、まあ、いろんな考え方あるんですよ本当に。なのでここは自分が勝手に解釈を加えただけなのでこれをこの文章を見てね 今この視聴者の方がねこのこの気になるとろシーズンここまで聞いてる方がどう思うかっていうところになるのかなと思うんですけどそして前回のね久保さんのお話につながっていくんですけども、まあ、YouTube をやって成功するのは一部の人だけと、まあ、これは YouTube だけではないですよね何のスポーツ何をやってもそうだと学校の あの大学受験とかも、まあ、高校受験大学受験もそうですけどその第一志望に入れるのは本当に一部の人間だけですよとだから皆競争社会を勝ち抜いた人だけがこの世界、まあ、資本主義社会ですよねこの資本主義社会でお金を得てそして有利な有利に駒を進めるとか有利な人生を進めるんじゃないかと、まあ、お金を持った人お金を持った人が強いというね単純なルール単純明快なルールの中で生きてるわけですから。 だからこそ、こうやってね、一部の人になりませんかと声をかけ続けているということなんですね。もちろん全員が全員、一部の人になれるとは限らないしえ、自分のやってる塾生の中でも全員が全員ね、うまくいってるとは限りません。ここまでね、本当に1ヶ月でね、その1000人達成するような人が出たのは自分は初めてですよ。本当初めてです。うん まあ自分も1ヶ月で1,000人達成したんで、まあ、誰か本当に出んのかなと思ったんですけど、まあ、出てくれたのでねいや本当に良かったなというか別に良かった本当に良かったのしか言えがないんですけど、まあ、そういうことで,ですねまた12月20日ですね火曜日久保さんとズーム対談をさせていただくんですけどね、まあ、今度のこのズーム対談っていうのは非常に意味のあるというかとても大切なズーム対談になるんじゃなかろうかと思っていて。 これ何でかっていうともう年末年始ですよねもう年末年始もう12月今日10日撮ってるんですけど12月10日土曜日なんですけどねもう残り20日で年末年始始まるじゃないですかでこの年末年始って実際社会人で唯一時間が取れる時間なんじゃないかなと思ってるんですもちろんね年末年始でそのイベントごとは当然あると思うんですよクリスマスから始まり大晦日そしてね、えー、初日の出 お正月、そして、まあ,宴会ですか、ね、<laughs> まあそれそういうのがあると思うんですけどそれをもしねもっとお金を稼ぐっていうことに時間を費やしたらすごく時間取れると思うんですよ。自分もよくその年末年始になったらもっとお金稼ぎたいなー とは思っていていなんかこう取り組もうとするんですけどいつも中途半端になっちゃってあっという間にまた年始が来ちゃってまた忘れてねまた次の年また年、ね、末年始なんてあまた去年そうや年、ね、末年始なんかやったな今年もやろうみたいなことの繰り返しででも特に一番年末年始っていうのが時間が。 ゆっくり取れてそしてゆっくり考える時間があるんですよね自分と向き合える時間特にやっぱりリラックス少しできたりもするんでね年が終わる年越しというところで年越しそして行く年来る年そしてねまた2023年ですよね新しい年が来るということでまた頑張ろうというかね今度こそやろうみたいな、ね、気持ちが新たになるじゃないですか。 だからこうこの時間でね、あのー、まあ、YouTube を確実にマスターしてほしいなと思うんですね。ここまでやっぱ1ヶ月で1000人と突破したっていうんであれば、他の人もできますよ、これ。間違いなくできますんでね。他の人も伸びてるんですよ、実は。すごい、今回ね。えー、やっぱり、YouTube でチャンネル登録者が軒並みみんな増えてるんですね、このタイミングで。だからやっぱ年末年始っていうのはアクセスもすごく集中しやすいし、皆さん、 家にいますからね年年末年始だから YouTube を見る機会が多いんで当然 YouTube を作る側になるとアクセス伸びるんですよね。ってか絶対伸びますよね。普通に考えて伸びるんでここをどう過ごすかっていうのがこの2023年に向けてのいい滑り出しになるんじゃないかとお金を稼ぎたいと思ってこうやって YouTube を見てるわけですからお金を稼ぎたいんであればお金を稼ぐ行動すればいいだけなんじゃないかなと思うしじゃあどうやってやればいいのかなっていうところもあると思うんですけどそれはね、えー 体験プログラム受けた方っていうのはこうやって結果出てますんでねある程度コツさえつかめればあとは継続するだけなんじゃないかなと思うんですねとなるとやっぱり2023年に着実に時を刻むだけという状態になれるかどうかが鍵なんじゃないかなと思っていてその稼げる情報をやっぱり永遠に探し続けているっていう状態の方 もしかしたらいるかもしれないんですね、これを見ている方。どうやったら稼げるかなと、どうやったら儲けるかな、どうやったら楽して稼げるか、まあ、楽して稼げるかなみたいな方はね、もしかしたらこれは見てなくて、しっかりと稼ぎたいと思っている方いると思うんですけどね。まあ、そういうね、えー、ずっと悩んだまま、迷ったまま、あそして、こう、なんというか、海に揺られてじゃないですけどね、こう、どんぶらこ、どんぶらこと、なんか船の上でこう行ったり来たりね、波のように。 寄せては返すじゃないですけどそんな感じでこうゆらゆら揺れてるだけの2023年をねえ過ごして来年もね過ごしてしまうのかそれともねある程度もコツをマスターしといてそしてね2023年は確実にね着実に稼いでくれる資産をね作っていく時間にするかどちらかと思うんですよね。そのどちらかかにになるかによって この2023年、来年の時間が変わってくると思うので、もうそれはやっぱりこの年末年始の過ごし方っていうのが2023年を決めてしまうんじゃないかと思っているんですね。はいということでですね、まあ、12月20日、久保さんと Zoom 対談させていただくんですけどね、まあ、その前に、まあ、同じように、まあ、前回、その前も Zoom 対談もしかして見てくれた方いるとは思うし、まあ、今回もお話したように、この体験プログラムというのを同じようにやります、紹介させていただきます。 まあこ,のこの紹介する時っていうのもいつも Zoom 対談を見てくれた方限定っていうお話をしているのでその,方その方以外には紹介というか言ってないんですね、まあ、言っても別に割引とか全然してないんですけど、まあ、今回ね12月もう Zoom セミナーはやるっていうことがもうあと10日に迫ってますんでね、まあ、その Zoom 対談のまでにねこの体験プログラムっていうのを もしね、やりたいっていう方がいればね、まあ、その前もずっとこの体験プログラムお話もしてますんで、もしよかったらですね、まあ、先行割っていうのもいたしますんでね、もしよかったらお問い合わせしていただけると、ここで先行割っていうのは適用してね、まあ、いち早く体験できると思います。12月。でも、この12月体験プログラムっていうのは、終わりの日を決めてるんですね。これはもう1月10日で終わりって決めてるんです。だから、今までは30日間プログラムだったんですけど、もう、 実際は、まあ、ここでも言っちゃうんですけど、20日間プログラムにな今回はしてるんですね。ねまあ、年末年始なんで、すごく時間があるっていうところも考慮して、普通だったらね、やっぱ社会人だと時間がないんで30日間ぐらい必要かなと思ったんですけど、今回もう20日間にしたんです、短く。まあ、結果が出ちゃいましたからね。はい。そしてね、ちょっと値段も少し、ここは考えてます。まあ、どうするかまではしっかりと決めてないですけどね。なので、ここでね、やっぱ先行終わりっていうのを。 得点をちょっとともう置いといてそれでですね12月20日の久保さんとのズームのセミナーでもう一回お披露目しようかと思ってますんでね是非よかったらというかもう刻々と時間は過ぎてますんでねなんでこれもしねこの先行終わり、まあ、12月体験プログラムやるっていうのを聞いた方はねすごくまあラッキーかなと思いますし是非やってほしいですね自分としてはもう結果が出てますんでこれは ちょっとご利用しかもしれないんですけど、押すべきかなと思ってて、うん、ここに気になる男シリーズではですね、なので、もしよかったら、自分がね、成功したいと思ったらですね、成功したい、お金を稼ぎたいと思うんであれば、まあ、行動していただきたいなと思いますね。はい、ということで、気になる男第178話あ、成功する一部の人になれということでね、この、これも AI アートで作ったんですよ。本当に、パッと作れたんでね、こうやって吹き出しとか作ったら、喋ってるような感じがするじゃないですか。 かすごいいいなと思っててこうやってやっぱりえパソコンに携わるというか IT テクノロジーを使いこなすことによってね人と人よりも1歩2歩にも差ができますしその差っていうのが収入の差になってくると思いますんでね是非こう一歩を踏み出してみたいという方はやってみるといいんじゃないでしょうかはいということで気になる男第178話こんな感じで終わっていきます今回もご視聴いただき ありがとうございました。またね、次の話で、えー、次の話もいろんなお話できたらいいなと思います。では、久保さん、次回もよろしくお願いします。はい、ということで、気になる男、含め YouTube アタはこんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。